オスカイミュージックレディオ5月の第1回目の放送、はい、1回目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日も楽しくいきましょう。5月病とか言ってる場合じゃありませんよ、はい、そうですよ。ということで大丈夫ですか？大丈夫です。5月病は5月病全然ないんですよね。あ、本当？ずっとね働いてたので。あ、そっかそっか。休みって感じしなかったですね。僕も意外とね現場ずっと出てたんで、あ、うん、なんとなくやっと今週ちょっと一歩ついたかな。そうですよね。感じで今日も元気やってます。ファンキーとりあえずよろしくお願いします。お願いします。そしてありですかなしですか？あり。全部ありです。ありです。よろしくお願いします。はい、それで家ではありません。家ではありません。山さん、山さん、これからあの通信じゃないですけど、あのオンエアを聞いてあの曲とかのコメントを一応書いてくれる約束をしたんでね。山さんよろしくお願いします。はい、行きましょう。インディーズアーティストの音楽情報番組スカイミュージックレディオ。この番組は次世代のジャパニーズミュージックシーンをリードする若手アーティストを支援する音楽情報番組です。それではアリちゃんよろしくお願いします。はい、今夜はゴールデンウィーク明けでぐったりしている人も多いと思いますので、はい、あまり刺激の少ないインディーズアーティストさんの楽曲紹介を中心にいつもより少しお楽しめでお届けいたします。はい、小学生ドラマともくん率いるともくんバンドさんの未来への扉、はい、東京都内千葉県を中心に活動中のバンド、はい、ザ・オミコシーズさんの月の踊り子、はい、東京都内中心に活動中のデジタルハニーユニット、はい、はちみつブルーさんのわがままの3曲をご紹介いたします。はい、そして番組の後半ではスカイミュージックレディオと連動して不定期放送中のライブ配信番組で5月27日土曜日放送予定のスカイミュージックレディオオンフェイスブックライブ、ファンキー利根川ミュージックダイナマイトの番宣もやっちゃいますのでぜひ最後までお楽しみください。はい、オープニングテーマはスカイミュージックレディオファミリーで、現在休業中、充電中のシンガーソングライターマリカさんの赤い月です。はい、この曲は5月のスカイミュージックレディオ月間オープニングテーマです。はい、この番組は千葉県千葉市のショッピングモール三浜ニューポートリゾートの提供でお送りします。はい、それではスカイミュージックレディオ今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。先っちょだけだよ。何先っちょ？はい、スカイミュージックレディオ行きましょう。ゴールデンウィーク明けでね、結構皆さんぐったりしてる時期じゃないかなと思います。そうですよね。まあね、時間帯もね、結構ご飯食べてまったりしてる感じだなと思います。ちょっと今日は、まあまあ、おとなしめでね。うん、おとなしめで行こうかなと思います。それで行きましょう。はい、行きましょう。はい、インディーズアーティスト楽曲オンエアということでね、最近結構人気あるんで、結構かけてくれて、またこのところね、オーダー来てるんですけどね。はい、はい、1曲目行きましょう。1曲目は、小学生ドラマともくん率いる小学生、そう、ともくんバンドっていうねあるんですよ。よく僕やってます。神奈川のミスターマックスのライブマックスに出てくれたり、この間千葉の稲毛のも出てくれたのね。そうなんですね。うん、ライブの時はね自分のオケを流してドラムを叩いてやってましたよ。なんかアリーちゃん好きそうなあのディズニーのやつ。すごい小学生でも力強かったんでしょうね。うん、そうそう、なんかね結構いい感じで叩いてるんですけどね、ノリノリで。でなんかオリジナル曲があるんでスタッフの方がね送ってくれたんで、多分当日もこれやってるはずなんで僕も聞いたことあるんですね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、はい、それでは行きましょう。ともくんバンドで未来への扉お願いします。重ねここまでたどり着いた
お届けしましたのはトモくんバンドで未来への扉でしたね。爽やかな感じのね、いい感じの楽曲だなと思いますけどもね、夏らしくてね、ドラマ7歳から始めメキメキと上達、どんな曲でも、個性あふれるスティックさばきを見せます、ライブはドラムソロで、音源を同期で、演奏メインね、家族で音楽活動をサポートし、オリジナル曲は作詞、作詞、はトモくんバンド、作曲編曲は音楽クリエイターの京子さんの協力を、京子さんの協力を得て、アニソンのような常に頭に残る、フレーズを意識しながら誰でも愛される曲作りを目指していますと。確かに、ね、結構ね、いつもこうドラムにうずもれながらまだまだこう、ね、男の子なんでちっちゃいん で、どうしても大人用の普通のドラムだとこうねなっちゃう。届くんですか？まあ届きますよ、一生懸命手で押します。かわいいですね、シンバルでもうまく叩いてます、結構難しい曲、ディズニーの曲とかも結構一生懸命こう同期してちゃんと叩いてるから意外とずれないです、へえ。逆に僕とかああいうのできないですね、普通に人間と合わせるのは多分は僕らの方が全然うまいですけど、意外となんかこううまく合わせてる、ああ頑張ってるなって、はい、いつもねニコニコ笑ってても頑張ってますんでね、はい、ぜひねチェックしてやってください。トモくんバンドで検索すると出てきます。スカイミュージックレディオの Facebook ページにもブログ等の URL 貼ってありますので、そちらの方から、ご興味のある方は入っていただけるとありがたいかなと思います。はい、はい、トモくんバンドで未来への扉でした。トモくん頑張ってくださいね、応援してるよ。ありがとうございます、はい、それでは行きましょう、2曲目、はい、はい、次はですね、はい、ディ・オミコシーズさんの月の踊り子です。オミコシーズ、はい、ディ・オミコシーズ2013年結成5人組の歌謡ロックバンド、はい、ですね、わっしょいわっしょいかい、わっしょいわっしょい、まあのね、楽曲提供とか音楽イベントとか主催もね、やってるみたいですね、してらっしゃる、みこしナイトっていうのやってますよ、主催ライブ、みこし、みんなでみこし担いじゃん、まあいいや、じゃあわっしょいわっしょい聞こうよ、ね、そうですね、それでは、ディ・オミコシーズで月の踊り子です、どうぞ。
恋のほど魅惑の君は踊り子を触れたいよ。君に降り注ぐ怪しき光と音に身をさらして、束の間の時を逃さず心の向くままに踊りましょう。宴は終わる、君が降りた静まる舞台を一人眺め、星降る夜奏でたるは残されたものの夢のごとし。はい、お届けしました The おみこし、いいね、好きな踊り子ですね。どうですか、なんかダンスミュージックっぽくて踊りやすいですよね。ね、うん、なんかこうあのギターの音とかこうなんか夏を感じさせるような、うん、なんか僕らの年代だと昔の往年のあのチューブさんとかの、お、夏といえばチューブ、そう夏といえばチューブのなんかあの、うん、ギターの音色にね、結構みたいな、うん、まあ夏こう暑さを感じさせるような、ね、うん、感じになってますね。本当は夏にぴったりのね、ね、いいよね、これからきっと、うん、踊るには、うん、いいかも、うん、結構活動はされてますかね。お、すごいですね、リンゴ音楽祭オーディション一次選考通過、おめでとうございます、おめでとうございますで、はい、それでこれが4月かで、6月にリンゴ音楽祭オーディション2次オーディションライブ出場、そしてなんと6月には主催ライブみこしナイトボリューム2、もうボリューム2、ボリューム2ですよ。ということは1があったんですよね。うん、1があって、1あったよ、書いてあるじゃん、去年の7月にやってみこしナイト、夏だからおみこし担いだのかな昔のさ、なんかよく出てきたね、こうやってなんかわかんないけど、サザンとかそうだったよ。あ、そうだったんですね。熊田さんとかおみこしに乗っかって出てきたそういうんじゃないですかね。へー、面白い、うん、まあいろいろね、活動されて、みたいなので、ぜひね、あのチェックしていただければと思います、ぜひおみこしずでチェックいただけるとあのヒットしてきますのでね、はい、スカイミュージックレディのフェイスブックページの方にも写真とあと URL と上げてありますんでね、そちらの方もぜひチェックしていただいて、応援の方どうぞよろしくお願いします。夏ですからね、頑張ってくださいね、わっしょいわっしょい頑張っていきましょうおみこしーずで、楽曲が月の踊り子でした。どうもありがとう。はい、それでは行きましょう。はい、山さんがずっと見守ってくれてるよ山さん、そうですね、なんか強くなれてる気がする。なんかコメントをちゃんと言ってっていうふうに言われるんですけど、うん、なかなか山さんみたいに深くは言えないんだよね。そうなんで、やっぱ先生ですよね。はい、それでは行きましょう。じゃ3曲目、はちみつブルーさん、はい、わがままという曲を、どんな曲なんだろう持ってきたんですけどね、はい、この間ライブちょっと出てもらって、その時にあのボーカルの子がね、これでよかったらかけて使ってくださいって言うんで、そう、女の子になっちゃって弱いんだよ、もうすぐかける、ね、順番飛び越したやつ、ね、すぐ聞きますよ。日々の思い出に蜂蜜はいかがですか、いかが、はい、みたいな、いかが、ね、ドジでお茶目な、これね NS って書いてこうナースと読むらしいんですよ。あら、ナース葵さんと、いつもプンプンして蜂蜜大好きなハニー先生の2人のデジタルハニーユニット蜂蜜ブルーとこの時ね一人で来たんですよ、ピンで、はい、ナース葵ちゃん、うん、一人でね、青い洋服着て、青いんですか、うん、青いなんかナース服みたいな着て、あらららら、まあ、聞いてもらいましょう。そうですね、はい、それではいきましょう。はちみつブルーでわがまま、どうぞ。
はい、はちみつブルーさんでわがままお届けしました、はい、いいね、いいですね、プンプンしてはちみつ大好きなハニー先生なんで怒ってるんですかね、怒んです、何かあったんですかね、何かあったのデジタルユニットはちみつブルー、デジタルハニーユニットって何ですか、デジタル、まあはちみつだからハニーに甘い引っ掛けたんじゃないですか、あなんとなくちょっと甘っぽい感じを入れてインパクトをね、求めるという感じの先生じゃないですかね、だからなんかそのナース葵ちゃんというボーカルの子なんかピンでもちょっとこう活動していこうかなって、この間どこで稲毛のイベントかななんか出てくれて、あの一人で頑張ってました、フェイスブックページ見よう、うん、ホームページ貼ってありますんで、スカイミュージックレディオフェイスブックページチェックしていただくと、はあ、ホームページの URL 貼ってありますので、そちらの方で、チェックできますので、ぜひ、はい、よかったら応援の方もよろしくお願いします、はい、で、青ちゃんどうもありがとうございました、もうぜひかけてねって言われちゃったんで、かけちゃいました、かけましたよ、よろしくお願いしますねはい、はちみつブルーさんわがままお届けしました、応援よろしくお願いしますね、はい、というわけでなんとなくいいですね、このテンションがいつも7割ぐらいで僕も言ってるんですけど、うん、ガツンといかないみたいな、ね、おとなしめ、おとなしめな感じでね、はい、じゃあちょっと告知いきましょう、はい、というわけでそう久々にやります、5月27日の土曜日、スカイミュージックレディオンフェイスブックライブファンキーとのミュージックダイナマイト、ダイナマイト待ってました、待ってました、ダイナマイト待ってました、もう全国の皆さんが待ってましたよ、久々ですよ、まあいろいろありましてなかなかできなかった1月ぐらいだったんでね、そうですね、ありちゃんと一緒にね、みんなで一緒にやりましたね、7月27日土曜日の14時から、オンエア千葉県野田市、同じですね、秋吉さんね、ちょっとプレゼント今日ももらっても忘れちゃったんでないんですけど、今日は一応いろいろ制作協力とかいろいろね、こういうの協力してもらってますんでね、の秋吉優先ラジオ長野台439スタジオお借りしての生放送と、ね、いうことで、私ファンキーとの岩、そしてアリーちゃん、はい、同じちょっと山さんスケジュールの関係でなんか自分のバンドのライブが入ったらしくて、ちょっと山さん来らんないんでね、金賞の55お願いします、そしてゲストに、シンガーソングライター、ちょっとこれも同じですね、ルイちゃん、ルイちゃん雨になんないかな、うん、ルイちゃん来ますよ雨でも屋内だから大丈夫、ね、そしてここのスカイミュージックレディオの、ね、スポンサーの美浜ニューポートリゾートさんで、よくやらさせていただいてます、サウンドポートイン、美浜という、ね、ミュージックイベントによくもうここ3年ぐらいかな、ずっとほとんど、ね、出続けてくれてる、ね、歌真似芸人がいるんですよ、お、うん、林大輔君というね、うん、いつもミスターチルドレンとかの、ね、歌真似すごく上手なんですけども、うん、で今回なんと6月2日フジテレビで夜7時から放送の歌真似紅白、うん、なんか歌合戦みたいなやつに出るっていうんで、ちょっと応援してって言われたんで、ちょっと応援したい、ゲストに出て、番宣とかもねちょっとやろうかなと思いますんでね、いろいろあります、ライブやりますんでね、ぜひよかったら、うん、チェックしてください、アリーちゃんも歌いますよ、歌います、もちろん、ね、あとルイちゃんのライブもありますんでね豪華で、3本、ライブ入れて、あとトークとまたなんかちょっとつまんないことやろうかなといろいろ考えてます、ね、まあまあスカイミュージックレディオ内容全然変わんないんですけどまあちょっとこの番組をね補う感じで、うんうん、こう30分しかできないから、そうですね、うん、ちょっと補う感じでちょっとハメ外そうかなみたいな、行こうかな、外しちゃいましょうか、ね、外していこうかなと思ってますんでね、はい、ぜひねチェック、見られますんでね来てくださいね、現場に、うん、観覧無料ですんでよろしくお願いします、それではスカイミュージックレディオ最後のコーナーです、エンディングテーマ曲は大阪を拠点に活動中のロックバンド、はい、デッドストックさんの若奥さんヤングワイフです、来た、この曲は5月のスカイミュージックレディオ月間エンディングテーマです、はい、ファンキー利根川さんは30代後半の人妻が好みらしいです、というわけでね、そうなんですか、いやわかんないけどいいよね若奥さんいいですよね、ヤングワイフって中で歌詞にあるのすごく僕好きなんですけど、ね、私も好きですよ、ぜひねチェックしてあげてください、よろしくお願いしま す, お願いします、はい、ちょっとね今日はプレゼントコーナーお休みしていきます、ここでスカイミュージックレディオからの募集のお知らせです、はい、はい、インディーズアーティストオリジナル、楽曲音源募集やってます、よろしくお願いします、そして、ね、スカイミュージックレディオの、ゲストコメンテーター
ね、いろいろルイちゃんとかあといろいろね前回もね、うん、アイちゃんとかいろいろ出てもらったんですけどね、あのぜひねこうやってレコード聞いてコメント言ったりね一緒にトークしてみたい人はぜひね応募してください、よろしくお願いします。もう連絡アリちゃんに会いますんでね。それでファンキートレガーミュージックダイナマイトのスタジオゲストとねお待ちしておりますので、ぜひぜひご応募の方よろしくお願いします。それではアリちゃん行きましょう。はい、番組へのご意見ご感想応援メッセージは sky@bay.co.jp もしくは sky ミュージックレイディオ Facebook ページまでお願いします。はい、今夜の放送はワロップ放送局スマホアプリ限定で今夜23時より再放送がお楽しみいただけますので、そちらもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。再放送結構ね夜11時過ぎると聞けますんで ね僕もいつも書いてチェックしてます。結構ね2時とか2、3時とかまでやってます。そうそうそう、うん、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあリーちゃん一言お願いします。はい、私のファーストミニアルバムマジックボックスが ABM 配信で、うん、発売されましたので、気になった方は Facebook ページ見てください。お願いします。僕は分かんないから CD でください。よろしくお願いします。はい、あ、仙台行くんでしょ。仙台行きます。いつ、日曜日がライブなので日曜日、うん、明日立ちます。うん、よろしくお願いします。はい、アリちゃん頑張ってきますんでね。はい、仙台の皆さん応援よろしくお願いします。はい、ファンキードラム頑張ってます。スカイミュージックレディオ次回の放送は、5月25日木曜日夜し30分間になります。ゲストに、先ほど言いました、歌真似芸人の林大輔をお迎えして某地上波放送局歌真似番組の番宣をしてもらいます。はい、その他インディーズ情報やや満載の30分となりますので、ぜひぜひ、ご視聴の方よろしくお願いいたしますと、ね、そんな感じで今日はまったりとお届けしました。ね、まったりと、まあいいでしょう。また次回も、ね、楽しく盛り上がってきますのでね。はい、最後までどうもお付き合いありがとうございました。終わり。See you next time. Bye bye.